それから3年前に我々の森の財団の大きな
ータセンターを作ったんです、はい、その時は外国材は禁止って僕言ったんですよね。絶対使っちゃダメです。それで宮大工を使って、不自然なものは何も入ってないです。でやっぱり訪ねてくる人がみんないいなと、落ち着くな、香りがいいなと言うんですよ。それで我々 の、 森はね、124種類の木があるんですよ。で それも間伐して、家具は全部我々の森の材を使ってます。綺麗ですよ、漆塗ってね。だからいや日本の材は高いとかいろいろ言うけど嘘ですよ。やる気があるかどうかとかね。なるほど。そう、やっぱり木ってすごくいいって思うんですよ。一枚の木とか見ると羨ましいなって思うんですけれど、やっぱり一般の消費者とするとお値段が気になったりするんですよね。うん、だから、ね、このシステムはね、もう林野庁も一生懸命やってますけど、社会全体はね、やっぱり日本の7割の面積は森だから、そこで働いてる人たちと木を使うシステムをまた作ればいいですよ。質がいいからね。外国の材よりも日本の材木の方がずっといいです。全然違いますか、うん、どうですか、倉島さん、話聞くと今お家を木で建てたところで、やっぱりお家の中に出る家具とかも木材がいいなと思いますよね。木材で作りました。そのまま木を使って家の中とかもクスの木とかもなんか使いました。やっぱりぬくもりが良さそうですね、はい、そうお聞きするとこうお家を作るっていうことを考えていらっしゃる方たちもどこの木を使うかとか何の木を使うかっていうのを考えてみると、よりその家にも親近感が湧いてすごくこう充実したものになりそうですよね。そうだよね、僕いつも言うと、いや日本は地震があるからとかね、材木はとかね、でも世界一古い木材の建物は奈良にありますからね。1500年の法隆寺、一番世界で一番大きい木材の建物も奈良ですね、東大寺。だその伝統と今の技術を結婚させたら、もう世界一の居心地のいい建物もできるし、それで人間の光を森に入れるとね、山菜が出るし、キノコが出るし、癒しの場所になるし、マイナスのことないですよ。やっぱりその木の家に その何ですか、揺れた時に心配とか火事になった時心配っていう考えが少なからずあると思うんですけど、その考え自体がちょっと間違ってるかもしれない。いやー、火事は、一番人が亡くなるケースは大体煙ですね。だから合成のものの方が危ないですよ。それでちゃんと管理したら木の建物は大丈夫、絶対大丈夫。カリフォルニアとかそういうところが地震があるから学校を木材に変えようとしてるんですよ。僕も東松島で手伝いと言われて学校を移動するんですよね。高台に、周りは森、その森を明るくして、それで建物も学校もどうしても木材にして、木材にできないなら私は関係しないって言ってですね、それで木材になるんですよ。この森の学校の話すごく素敵で、確か教室から教室に移動するときも森の中を通るんですね。で一番喜んでるのは子供と親とじいちゃんばあちゃん、子供、さっき沼田さんも言ったんですけど、木の学校でいるとインフルエンザとかアレルギーとか圧倒的に少ないですね。だからマイナスほどないですよ。今その子供たちの話あったんですけど、どうでしょう、倉科さんは幼少期の時に
はい、こうなんか森の中で遊んだとか、なんか木との関わりみたいな思い出ってありますか？私は熊本出身で、やっぱり自然に囲まれて育ったんですよね。で、この仕事を始めるのに18で東京に来たんですけど、やっぱりずっと自然の中で遊んでて、自然が恋しくて恋しくて、東京と熊本行ったり来たりしてて、今日東京に仕事で行かなきゃいけない、熊本から離れたくないなっていう時とかは、菊池高原っていうすごく川が綺麗で、森がすごく綺麗な場所があるんですけど、あそこに行ってリフレッシュして、よし仕事頑張ろうって飛行機に乗って東京に来てました。初めて、ごめんなさい、私は無知で知らなかったんですけど、菊池高原っていうのはどういうところなんですか？はい、山の中ってことですか？山の中ですね、うん、で、渓谷があってみたいな、すごく綺麗なんです。やっぱりこれ暑い日でもね、その水が冷たい、冷たいんですよ、ちょっと美味しいね。そうなんですね、なんか森に入るとその自分の気持ちをリフレッシュできるっていうか、なんか癒すっていうのはただのその言葉だけじゃないけど、本当に効果があるような感じなんですか？いや、科学的にもそうですよ、僕の生まれたウェールズの医者は森の散歩の処方箋を書くんですよ。それで僕 の警察病院のドクターにその話をしたら、黒姫で67人を呼んで、森に入る前に小さな病院でいろいろと血圧とかいろいろ取って、森に2時間散歩して深呼吸して、あと調べたら全員血圧が安定したんですね。高い人が下がるし、低い人が上がる、全免疫が良くなって、全ストレスが減る。これ科学的に。それで、その1回だけでもね、効果は10日間ですよ。だから、森は別に鳥は興味ないよとか、虫が嫌いでもね、森の中でぼーっとして深呼吸して本を読むだけでもね、薬代が減りますよ。でも森の中で焚き火焚いて酒飲むとか美味しい。最高の贅沢じゃないですか、それ。はい。そうか、ということはやっぱりそのグラシナさんが感じてたリフレッシュするっていうのもちゃんと意味があるわけですね。そうですね、ぜひね、皆さんの中でもし血圧安定されてない方いらっしゃったら、もしかしたら森に行くといいかもしれないですね。明日は僕は定期的に病院に行かなくちゃいけないんですよね。それでね、いつも医者ががっかりするの。私もうすっごいのんべです。でも肝臓が30歳くらいの男の肝臓、本当は74ですよ。心臓が何にも溜まってない。でも食いしん坊だから、少しね、いつでも冬眠ができるようにあることはあるけど、これは日本の食事と森との仕事だと思うんですよ。森を見直すきっかけになりましたね。ぜひ、でも分かってる方々が多いですね、ここでは。言われなくてもって感じですかね。もっと国会の中で分かってる人が多いですね。ちょっと今誰かごめんなさい、申し訳ありません。さあ、そして倉下さんは先日東京木質マップという木材利用ポイントのウェブの PR 企画で東大の弥生コードアネックスに行かれたということなんですが、こちらはいかがでしたか？木の使い方がすごく空間的にモダン で木に囲まれてすごく心地がいい施設でした。と、大きさ的にはどのくらいなんですか？これより少し小さいくらいですかね。じゃあそこで普段の学生さんたちが勉強されてるってことですよね。いい環境が東京でもあるんですね。ありますよ。私は鉄筋コンクリートの箱にいるとね、大体30分でおかしくなるんですよ。だから逃げて、昼逃げて、日比谷公園に行ったんですよ。やっぱり多くの人が昼になると日比谷公園行きますね。でも見られますよね、スーツ姿の方とかね。じゃあちょっとこう、普段私たちみたいに都会に住んでても、ちょっと疲れたなとか、都内にも自然ってありますよね。東京は
頑張ってますね。あの木が結構多い、前よりも多いですね。あと先ほどちょっと興味深いなと思ったのは、アッポをその木で作るとインフルエンザに予防になるっていうのは、これは証明されてるんですか？証明されてます。文部省から、まあ、文部科学省からちゃんと本が出てます。そこにデータも出てる。多分あの林野庁もデータあるんじゃないかな。そういった意味でも、これから作り変える学校とかではもっと木材を使っていったら、日本のその、なんていうか、うまい観察にもつながってきますね。どう、舞台か道場だったらね、木じゃないとダメですよ。怪我しますよね。確かにそうですね。沼田長官のお話からもあったんですが、その木を使うことの大切さとか、あと木を使うことでメリットというのをすごく私たち感じたと思うんですが、どうでしょう、クラシャンさんはこれからの生活ではどんなふうに木を取り入れていきたいなと思いますか？そうですね、今の生活でも結構木は身近にあるんですが、どうしましょう。今度、木で家具でも作ってみようかなと。自分で、はい、よく自分で作るんですけど、木で。今度、東京の家で引っ越したときに、新しい家具を木で作ったり、揃えたりしてみようかなと思います。そういうのも、女性でも簡単にできますか？もちろん、もちろん。あの、僕、こういうのいつも裏切るんですけれども、今、英国で馬を使って、機械に入らないか入れちゃいけない大事なものには、馬を使って出してるんですね、マハン、ホースローリング。4割は女性です。だから、あの、馬は馬力あるからね、当たり前だけど。だから、そんな腰が痛むような力は避けて、いい道具使って、いい馬を使ってるから、4割女性です。今の若い女性が男よりタフ。ちょっとそれ私たちも分かる気もします。今お話ししたと馬で運ぶバハってちょっと素敵ですよね。なんかこう木で森とかに機械が入って木を切ってるとちょっと悪い気もするけど、馬が入ってるのであればなんかちょっと声かけたくなります。あのね、去年あの 森から700本の杉を出したんですよ、間伐して。それでやっぱりあの馬が安全な場所を歩くんですよね、一緒に。それで何回往復したら散歩道ができるんですよ。その散歩道の両側に1年で30種類 の植物が出たんです。すごいですよ。なんかあのあれですね、機械が入るよりメリットがいっぱい増えてきますもんね。だから僕はあの馬とそれからあのふさわしい機械、細い林道、それから大型トラック。だからあの森の中で大型トラック入れようとするのは間違いですよ、特に日本は山国だから。あの昔のやり方と今の道具とかあのハイブリッドで作ればいいんです。それだけの技術もありますか、ね。山菜がうまいよ。うちはあの最初あの手入れする前に7種類あったんです。山菜。今137種類。植えたんじゃないです。生かしただけですね。だからあの森を手入れしたメリットはもう数え切れないから。まだまだ森の話ってすごい聞いていたいんですが、はい、ちょっとね時間が押してきてしまったので、はい、最後にあのメッセージをいただきたいと思うんですが、まずはその今日の感想とあと皆さんに森の素晴らしさという意味でニコルさんお願いできますか？あの人類の DNA 遺伝子は半分海から来ました。半分は森でできたんですね。だからあの健康的にいい森に入るとあの心がすごく穏やかになります。だから森は人間の心のふるさとだと私は思っています。クラシャンさんお願いします。そうですね、皆さんは今のお話でお分かりだと思うんですが、
生活の中にできるだけもう少し木材を取り入れて、未来の子どもたちにこう素敵な森林を残してあげたらなと思います。私はまだ木材のことは森林について知識不足ですが、いろいろ勉強して家族や友達、いろんな人に木材の良さを広めていきたいと思います。ぜひ皆さんも協力してください。よろしくお願いします。本当に今日素敵なお話をあっという間でしたが、ありがとうございました。倉科中野さん、CW ニコルさんでした。皆さん拍手でお送りください。